はいどうも、タクタクです。モノクロ電車実況プレイ続きやっていきますよ。というわけで再開。ちょっと日にちがいちゃった、いちゃったんだけど、ここどこだっけ。とりあえずなんかあっくん、あっくんっているじゃないですか。あっくんに、プレゼントを渡すところ、あっくんの車両へ。おう、これ、あ、こう、おう、そう、あっくんです。いきますよ。話しかける。ミキさんからあなたに贈り物です。あ、ミキさんっていう名前だったんだっけ、女の人って。どうか受け取ってください。ミキから。そうです、どうぞ。プレゼントを渡した。私はあなたといられて幸せだった。だからもう自分を責めないでいいの。どうかあなたは生きて、私の分まで幸せになって。ミキより。ミキ、俺は、僕ミキさんと会いました。消える間際でしたが、最後まであなたのことを言っていました。その贈り物とメッセージは、ミキさんの渾身の願いと思いのはずです。ごめんなミキ、俺はお前を守れなかった。俺だけ助かってしまった。何が起きたんだ？事故か何かか。そうか、この人は、まだ生きてるのに、未練と後悔が強すぎたんだな。お前がそう望むなら、俺は生きるよ。お前の分まで。愛してるよ、ミキ。俺も幸せだった。誰かは知らないがありがとう。俺は、俺の戻るべきところへ戻るよ。ええ、そうしてあげてください。本当にありがとう。なかなか目の、みんな目パチリしてるか。これでもう、ミキさんも安心できるよね。何言おうとしたんだ。あ、また。鍵だ。お、来た。そろそろ最後も近い気がする。頑張ろう。小さな鍵を入手した。おっと、産地がやばい。産地ピンチってやつだな。よし、記録するか。いや、ほんと回復ポイントないのかな。ちょっと回復ポイント行きたい。探そうぜ。今後何か最終決戦みたいなのがあったら、ほら。ね。そういうゲームには見えんが。おい。こんなとこにあったっけか。ない、なさそうだな。ないかな。ないのかな。ないな。あれ、どこにあんだっけ。こんなことなんか、前回の終わりもやってたよね。なかったんだよ。あ、そしてなかったんだよ。思い出した。ないんだ。なんて無駄な動きをしているんだ、今の俺は。早く、イケメンのとこに戻ろう。イケメン。お、来た。ここに行こう。塊のところへ。塊だったっけ。あれ、イケメンじゃなかったっけ。よし、戻ろう。うい。これで、うい。ちょっと待って。ここだっけ。まだ先があるのか。近いぜ。イケメンは親鳥のこの主人公だった。この鍵は使えるはずだ。はい。小さな鍵を使った。よし、やっぱりだ。何だか嫌な感じがする。気をつけていこう。俺記録したっけ、そういえば。してた。大丈夫。行こう。おお、なんだ、キンキンするぜ。耳がキンキンするぜ。うい、回復者。耳がキンキンキンキするぜ。お、記録もできる。よし、行くぞ。どんどん進もう。お、実は僕さ、引っ越すことになったんだ。プッシュエンター。ああ、行きたくないけど、なんとかコントか。ああ、そうだ。あの日は、その前日だった。何の話。早く押してしまったじゃないか、もう。あれ控え、あれ、お、ループしてるぞ。ちょっと待って。なんで戻った、タイトルに。タイトルに戻って、これがちゃんと読みたかった。行きたくないけど仕方ないんだ。あ、やっぱ戻ってくるね。バグではなかった。やっぱそういうバグなのかわかんない。とりあえず進もう。ほんの少し離れるだけ。そんな顔するなんて、じゃあ約束するよ。約束をした。僕と
で誰誰誰とでとでって誰誰とだよ誰と約束したんだ僕と君との約束だ忘れないでくれよ忘れないように交換しようあの海で買ったこのを鏡かなこの鏡をみたいなそうだ僕たちは交換したあの海で買った色違いのなんとかを最初から持ってんのは携帯鏡あとなんだっけなんだっけ手帳的ななんだそろそろなんか何かに近づこうとしているっぽいが一回セーブしとこうかここかまあ忘れたとしても僕が思い出させてやるけどねおそれじゃあ帰ろうかこの電車に乗って家にそれから帰りに乗ったんだ電車に乗ってそして何電車に乗って何がどうなるんだ大丈夫すぐ戻るからなんとかこんとか大丈夫だよそして起きてしまった何どうしたおー手記憶が巡る足りないまだ足りない思いのかけらが足りてない進まないと僕が進まないとダメなんだなんだなんだ何の話だおおおじゃあ何これおおぐちゃぐちゃやんぐちゃぐちゃおおほうほうほう出ちゃったなんかぐちゃぐちゃなああちょおいおいちょっと待ってこういう時に記録しとくべきでしょ記録が多いな本当によし行くぞ思いがどうのこうのって言ったけどエレーモンが出てきちまったぜ異形じゃなくて異形らしいです異形が変化してるまるで合体したみたいだそろそろ本当に最後なんだな感じがおこいつやべえこいつやべえふっ早いあここ何こうやけに怪しいいやここがいいや早い早い動きが早いおーおー動きが早いいけるかうわっといけたーおいしゃいおおまだあんのまだあんのおおよし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 お抜けたっぽいな抜けたっぽいなおお来たこれで産地全回復するかお全回復じゃないけどおーおーおーおおおかたまりくんいい男やっぱいい男とかイケメンとかそういう感じだったようこそ神器臭い面をしてるから術中ん出張サービスしてやったぞ動けないじゃん動けんが俺は俺たちだだからあそこから俺は動けんがここにいる俺にワープできるのだつまり俺が A がいるのがそこで俺 B がいるのがここだからワープしてこれるっていう感じなのかうむそんなのとそんなところよなかなかやりおるわでもなんでまだこの先に電車の大玉がいるのだ大玉だから葉っぱをかけに来てやったのよ大玉ってことはこの電車を止めたら困るっていうそうよ進むのを嫌う止まる思いそんな未練の大玉よそうかならなおのこと進まないといけないよくぞ言ったわ言ったわ小僧だがこの先に進めば戻れんやり残し先に済ましておけわかったわざわざありがとういいってことよいい男だからないい男には見えないけどいいやつであったよ確かにわざわざ言わないけどささあ行きたい場所行ってみろマチコの車両行ってみようかよかろうでは行くがよいマチコはどうなるのかちょっと記録をしていこうここもやり残したことこれやっぱりなんじゃない松兄が大玉なんじゃないかやっぱり思い出したことあるかいダメか
誰かのこと。違うか。戻ろう。戻っての、おお、ここに飛ぶのか。いい男 B の車両へ。白いおかんの車両、アックの車両、白い紳士、あ、白い紳士、あ、白い紳士、助けなくていいの。ちょっと白い紳士行ってみようか。白い紳士はやっぱ、ちょっと待って、待て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 、やり残したことってこの紳士を助けることじゃないか。待てよ待てよ待てよ、回収し忘れているっぽいぞこれ。おお、なんかフラグを回収し忘れているっぽいが、光の弾がもう一個はどっかにあるはずなんだ、おそらく。この紳士も助けなきゃいけないんだよね多分。もう戻れなくなる前になんとかしねえと。起きた。おお、ここかー。なんだ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 、投げぞ投げぞ、おい投げ、おいおいおい、おおった、なんかあったよこれ、あれか、白い玉かな。ちょっとおいした、また何か埋まってるみたいだ、掘り返してみよう。なんだなんだ、何が出る。野球の帽子だ、もしかしてこれ。多分、いや絶対そうだ、マチコちゃんに届けてあげよう。野球帽を手に入れた。野球帽、マチコちゃん、これがあれか、お兄ちゃんのやつか。なんだっけ、何兄だっけ何兄か忘れたが、うわ危ない。とりあえず生物のところに行こう。生物のところに、生物か、いい男か。ほらこれで、よせやい小僧、お笑い系に突っ込む。なんか読んで、なんか読んで、ちゃんと読めばよかった。マチコちゃんより、とにかくこれはいけないんだ。よし。マチコちゃんお待たせ。お、どうした、帽子が光り出した。あ、松に、松に、松ろうたな、松ろうたって名前かよ。マチコ待たせてごめんよ。待ったよ。本当に待ったんだから。ごめんよ。遅くなってしまって。でももう一人にはしないよ。さあ一緒に帰ろう。うん、泣いてる。おう、よかったねマチコちゃん。セーターお兄さんありがとう。マチコもう行くね。助けてくれてありがとう。僕たちの力で最後のドアを開けるよ。頑張ってねセーターお兄さん。もう会えないけど応援してるね。うん頑張るよ。二人ともありがとう。さよならマチコちゃん。さよならセーターお兄さん。さよなら、ありがとう、さよなら。あ、なんか落ちる、白い切符が落ちてる。うつよってことは現実世界に戻るための切符なのか。どこで使うのかわからないけど持っていこう。マジか、ちょっと記録しよう。これで僕もそろそろこのゲームを終わってしまう。いや、なんと言ったらいいんだ。おーしゃー、ここじゃない。いい男 B の車両行こう。追われる日が来るのだな。回復ができないと、光が弱い。おこれちょ、まさか、これはこの記事は3年目のあの6月6日午後6時6分。おお、同じじゃん。土砂で電車埋まりって書いてあるけど、鏡山トンネルを通過した車両に突如ヒーヒーが降りかかった。あ、これ事故だったんだ6月6日。あ、だからあの主婦とか白おじさんとか、あとなんだ女の人とか、それこそね、セーターじゃないやマチコとかね。連日の雨で地盤が緩み、それによって発生した土砂が、地滑りか何かか、電車の上に降りかかったのだ。電車内には今も、あ、だから泥なのか。今も50人以上の乗客が生き埋め状態となっているとみられる。警察消防が全力を挙げて連日救出作業に当たっているが、これはあの時起こったあの事件の記事だ。そうだ、僕は、いや僕たちは事故に遭ったんだ。だけど僕は助かった。最後尾に乗っていたからそれほど土砂に埋まれなかったそうだ。
でもその時一緒に乗っていたわ僕が死なせてしまった。だから僕を忘れようとしたんだ。忘れることで逃げ続けていたんだ。どういうことだ。だから僕は電車が嫌いになった。かつての夢さえもなくなった。君が怒るのも無理はないよ。君を忘れて約束を忘れて今までのうのうと生きていたんだから。思い出しよう。やっとずっと忘れないよう、それが君との約束だったのに。行かないと、僕が行かないといけないんだ。そういうことがあったのか。清太郎、お前もこの、おない、この白き煙って消火器で合ってるよね。白き煙を忘れるな。白き煙を忘れるな。どういうことどういうこと。煙を持つことなんかできないし。さあ、まあガサバるけど、どういうことどういうことだ。ちなみに消火器は白じゃなくてピンクだった気がするが。戦闘に進みたくば繰り返せ繰り返せ。はあ、何かのヒントなのか。どういうことだどういうことだ。繰り返せ繰り返せ。ここは何も書いてないか。こういうとことかちょっと見過ごしてきてたな。結構書いてあったのかもしかして。まちこちゃんたち、白い人たち塊、今まで助けてくれてありがとう。僕行くよ。この日この時この場所で思いだけが巡りって巡る。うわ、マジかよ。なんだか足が重い。重い空気が巻きついてくるみたいだ。それに泥みたいなのが周りを覆ってる。これがこの電車の負の部分の集まりってことなのか。重い、動きが重いわ。これがあれか、土砂的なやつなの。うおい、あの時の事故の思い出が蓄積された何かなのか。おお、どうした。うわっ、ないあ、動いてる。どうしたどうした。なんだ泥みたいなのが。あ、ないうわー、気持ち悪い。大玉、逃がさぬ裏切り者め、許さぬ。ああ、これが大玉。生かして返さん、殺してやる、食らってやる。もう逃げるのか、これは。このままじゃ殺される。でも僕には何の力も。そうだ、消火器だ。倒せなくても目つぶしくらいは。これでもくれー。消火器を使用した。うわーがーいー。あ、真っ白。やったこっちが見えてない。触れないようにして早く進もう。うおー、触れないようにして。どうした。そこか、そこだな、そこだろう。しまった。死ねー。うわーがバッドエッド。あー、間違えた。ちょっと待って。マジかー。はい、といったところでちょっとここで時間が来てしまったので、次はこのね、また次からやっていきたいと思います。それではまた次回ご覧ください。多分最終回なのかな。はい、ではまた。